どうも、銀です。はい、今回はですね、前回に引き続きアクセントについてやっていくんですけれども、前回ですね、2つに動画を分けるっていう話をしたんですが、ちょっと長くなってしまうので3つに分けさせていただきます。はい、で今回何をやっていこうかなと言いますと、今回またちょっと発音の方を次回に回して、発音ではなく見分け方やアクセントの表記の仕方についてやっていきたいと思います。はい、それで前回も話したかと思うのですが、4種類アクセントがありますよっていう、頭高、中高、小高、平板、はい、この4つの表記で、無声化の話をした時にアクセント角という言葉が出てきたかと思うんですけれども、これこのアクセントの中高とかを表記する時に使う言葉ですね。はい、でアクセントの表記、どのように表記するのかって言いますと、ちょっと図を出そうと思うんですけれども、高い音の場合、上に棒が入ります。でドミミだよとかミドドだよって前回言ったと思うんですけど、例えば頭高ミドドの場合はミでこうカクって下がってドドってなります、音が。はい、イメージしてもらえばわかるかと思うんですけれども、中高の場合ドミドなので、こういうトツみたいなマークになりますね。はい、で小高の場合はドミミで最後下がりますね、接続詞が下がるので、ドの次のミーミーから行って最後で下がります。ミーミーでミーの後下がって、ここにガーとかが入りますね。平板の場合はもうミーの上にまっすぐ入るだけです。はい、とかいう表記があるんですけれども、これを見ることによって、アクセント辞書とかにもこれで書いてあるんですけれども、これを見ることによって、聞いたことない発音でも読めるっていうのがアクセント表記になります。でそのアクセント角って何ぞやって言いますと、その音が変わるところ、例えばミドミドドだったらミで角になってドドですよね。したらそのドの部分がアクセント角ですし、ドミドだったらここの部分がアクセント角になります。この角のところがね、アクセント角と呼ばれていて、それが無声化の時に話したそこは無声化しにくいよっていうところですね。音が変わる1音目が無声音で始まると聞き取りにくいので、無声化になることがほとんどないです。例外もあるんですけれども、はい、そんな感じでアクセントの表記がいろいろあります。これ多分ね、ここにね図で出すの難しいと思うんで、最後にテンタブでこう書いていきます。はい、なのでそれを参考にしてみてください。はい、そしてですね、発音は明日の動画でやろうかなと思うんですけれども、その見分け方の中でもう一つ、その小高と平板については最後に接続詞をつけると分かるよって言ったと思うんですけれども、一音の言葉、例えば葉っぱの葉と、この葉、口の葉とアクセントがわからないといったときに、がとかのとかをつけると、葉っぱの場合は葉のとか葉がになるけど、こっちの場合は葉がとか葉の何々とかになるので、それでアクセントが分けられます。なので1音だったらどこが高いとかないじゃんって思うかもしれないんですけども、それで見分けることができますので、1音のアクセントをどれか答えなさいって言われたら、そうやって接続詞をつけてみるっ
ていうのが基本的な、見分け方の違いですね。それと、漢字の熟語で見たことがない、読みは書いてあるんだけどアクセントがわからない言葉とかが出てきた時に、これをどうやって読むかと言いますと、同じ漢字を使った熟語、これって結構アクセントが同じものが多くて大体同じになるんですけれども、例えば疑問という言葉、疑うに問う、疑問っていう言葉、これがアクセントがわからないとします。疑問なのか疑問なのか疑問なのかわからない場合に、これをどうやったらいいかって言いますと、質問とか、その同じ、例えば門って使うじゃないですか。質問とか、何があるかなと思いつかないや。そう、まあ例えば質問だったら、質問、疑問で、そこが一緒なんですよね、アクセントが。はい、なのでこれでわからない言葉もそうやって同じ漢字を使う熟語を見てみると分かったりします。はい、まあその辺またわからないことがあればぜひぜひツイッターまでという感じで、はい、というわけでね、おまけでアクセントの表記をこう書いていきたいなと思いますので、ぜひぜひそちらも参考にしてみてください。というわけで来週またね、そのアクセント、来週じゃない、次回ね、そのアクセントの発音についてやっていきます。それでは銀でした。じゃあね。